山岸ハゲヤンマー 74.3%、 はい、ありがとうございます。そらぶたそらぶたも参りましょうか。風船ドン、あー OK です、 OK です。グラフでもう圧倒的なんでね、はい。あ、そうかそうか、おこみのやつはカンニングだと文字数が入らないので、竹山おこみにしておきましょうかね、今度ね。みんな名前がおかしくなってきましたね、はい。さあということで、山岸ハゲヤンマが今週の名場面大賞に選ばれましたということで、じゃあ最後に見ていきましょうか。ご褒美としてね、5日月曜日ナイトの大賞です。それではご覧ください、どうぞ。そして野生のイソフラボンさん、赤トンボだ、秋、これまた素晴らしい作品ですね。この色使いといい、ね、このトンボがこう輝いていると、光っていると、自ら光るトンボ、何トンボでしょうかね、ね、髪の毛まで生えてね、自らこう輝いて主張しているという、すでにもうなんか盛り始めてるよ。なんか読めないコメントが増えてくる。ギリギリなんか悪口みたいなのやめてください。悪口みたいな、続いて。いやそれ悪口だよ、ダメだよ、読めないのばっかりになってきちゃった。どうした。ハゲヤンマ言っちゃったよ、もう、もう我慢できなくて言っちゃったよ。いそ、ありそう、ありそう、ありそう。いないよ。ありそう、そんな種類ありそう。ダメだよ、次行くよ。こちらもこうお魚のような雲とそれを見上げるね、メガネの方ね、金髪の方でしょうかね。これトンボじゃないですよ。これトンボのイラストじゃないですよ。それトンボの種類でしょ。それトンボの種類ね。島次郎さんありがとうございます。園木さん、これがハゲヤンマです。これがハゲヤンマ。わあ素晴らしい、この夕焼け空を見つめるこのハゲヤンマ。本当にね、作品を台無しにしてるからね。美しいですね、メガネの色も夕焼け色になってるんでしょうね、あ、これもなんか色合いが可愛いですね、お花も咲いていて、ハゲヤンマと秋の空と全部ハゲヤンマです、種類は。ありがとうございます。もうね、今ね、本人が来ましたからね、山岸ハゲヤンマさんが、どうなってるんだっていうね、真相を問いただして終わる前にスーッて抜けていきましたよね、スタジオ。いやでもピーリクでこのね、あの人がこんな放送事故を生んだっていうことで、11番の9日金曜ムーンのね、被害者泉を見ていきましょうよ、ね、え、さあそれではご覧ください、どうぞ。なかなか感じますとは言えないかな、なんかこう曇りとか雨っぽくても、なんか梅雨って思うぐらい、確かにムシッとしてて、確かになんか秋なのかって思っちゃいますよね。なんか逆に晴れた方がなんだろう、ちょっとカラッとしたりっていう時もないですか、晴れの方が。あ、そうかもしれません。真面目な顔でいますからね、あんまり 秋の雨っていう感じではない。そうですね、ね、関東はまだ、確かに。あ、ちょっとでもハゲヤンマがトンボですよね。
とかハゲヤンマっていう単語いるんですか。私も今読んどいてちょっとハゲヤンマじゃないの。ハゲヤンマってハゲヤンマっていますハゲヤンマっていないのかな。鬼ヤンマは聞いたことあるけどハゲヤンマって初めて聞いた。確かにあまり聞かないか。いますよ確かに聞かないか。聞いたことないよ。一回も聞いたことないよハゲヤンマなんて。びっくりした。もう本当にねやめてくださいそういうね落とし穴みたいなのはねはい、ということで、本日も、名場面11本お届けさせていただきました。ありがとうございます。あ、ね、もう誰か新種のトンボを見つけてください。この秋ね、ちょうど今じゃ聞かないトンボがいっぱい出ますからね、はい、もうなんか山にこうみんな取りに行ってください。さあということでここにおるじゃないここにおるじゃない、はい、さあということで、時間もいい感じになりました、名場面リクエストはこちらへということで、名場面は皆さんのリクエストで成り立っております。名場面アットマークソラビ24.com こちらの方まで、メールを送ってください、いつどの番組で誰がどの時間にこんなことやりましたみたいな、より詳しく書いていただけると嬉しいです。はいいやしかし最近のソラキャンバスはすごいね。面白いね。まあ、上手いっていうのもそうなんだけど、別に上手い下手とかっていう話じゃなくて、もう切り口が面白い。みんな、うん、腕が上がってるなと思いました。さあということで、月曜日今日モーニングからですね、新しいキャスターがデビューします。角田奈緒ちゃんが出ますので、もし見れる方は6時からまた集合してください。はい、僕もこの後そのままね、はい、付きっきりでね、邪魔をしていきたいと思いますけれども僕いても 何の役にも立たないんですよね邪魔にしかならないですけど、はい、さあということで今週は週間天気を見ると雨マークばっかりです。秋雨前線が早くも登場ということで、ねえ、雨の降るエリアが多いですけれども、今週1週間は、まあ、折りたたみ傘をずっと持ち歩いていただいた方がいいかもしれませんね。はい、でこの時期体感的にはね、ちょっと蒸し暑くなったり涼しくなったりの繰り返しで体調を崩す方が多くなるとは思うんですけれども、ね、体調管理に気をつけてこの1週間頑張っていきましょう。ということで最後は AAO で締めたいと思います。さあ今週も体調を崩さずに頑張ってまいりましょう。 AAO、 おやすみなさい。僕の名前はハゲヤンマじゃないです。
こんばんは。9月11日日曜日、ソライブモーニングを担当しました白井ゆかりです。で今日は前線の影響もありまして、モーニングの時間帯、関東そして沖縄のエリアで雨が降っている様子をお届けしていきました。その他広いエリアで、ま、雲は広がってはいたんですけども、穏やかなお天気というところが多くありました。わずかに届く日差しでも皆さん有効に活用していただけましたでしょうか。週間のお天気などを見ていると、1週間曇りや小さな雨のアイコンというところが多くなっていまして、すっきり晴れるのは北海道ぐらいなのかなというようなお天気アイコンでした。なのでこうわずかに届く日差しも有効に活用していただきたいですし、あとはこう曇っていてもお洗濯物とかはこまめに片付けておくのがいいかもしれません。そして今日はみんなで空にスタンプカクカクしたものということで、もうすぐじゃないですか、あと何時間後ですかね、3、4時間後ぐらいには、角田直子さんが空へのモーニングでデビューということです。とっても楽しみですね。私も見守りたいと思います。それではまた1週間始まるかと思いますが、元気よく頑張りましょう。おやすみなさい。こんばんは。9月11日日曜日のソライブサンシャインをお送りしました。ありがとうございました。今日もですね、 A ブロックからしゃべりにしゃべり、なんですかね、ちょっと土日はそういうスイッチが入るのかもしれませんがちょっと危うくですね、予報センターに行く前にもうインターバルに行くぐらいの時間になってしまっていましたが、今日も3時間ありがとうございました。今日のサンシャイン中には関東エリアでの雨の報告も、いただいていたんですけれども、すごくこうライン状になった雨雲がかかっている時間帯もありまして、雨足強まっているところもありました。皆さん冠水などは発生しなかったでしょうか。今日は関東が中心の雨でしたけれども、また週明けからはずっとすっきりしない天気が続くところ多そうですので、今後も雨情報をしっかり確認して気をつけてお過ごしください。今日のサンシャインは空見度難易度2ということで、連想リポートですね。昨日下呂温泉のリポートがありまして、今日も1枚目がまた下呂温泉のリポートだったので、あれなんだろうと思っていたんですが、今日はニューヨークがテーマになっていました。なかなか太田さんもやりますねということで、今日はね、あの雪乃さんのインスタライブの話もちょっとさせていただいたんですけれども、連想リポート皆さんにも楽しんでいただけていたようでよかったです。ありがとうございました。はい、ということで今日はですね、その他にもコーヒータイムの時間中減災訓練があったりですとか、防災備えのイオンモールからの中継があったりですとか、そういったことについて考える機会も多かったと思います。また台風も発生してますし、これから減災についても私も改めて考えていきたいなというふうに思いました。ということで、今日もソライブサンシャイン3時間皆さんありがとうございました。また1週間スタートですね、私は明日もサンシャインです。明日なおちゃんデビューです。初クロストークです。なおちゃんの番組中、ぜひ皆さんお時間ちょっとでもあったらコメント書いてあげてほしいなと思います。楽しみにしててください。それではこの後も良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは。ソライブコーヒータイムを担当いたしました江川です。コーヒータイムの時間帯では12時30分頃に、地震訓練、
避難訓練というのを行ってきました。地震訓練では地震津波の回のアプリでこう音が鳴って震度7想定した場合どうするのかということで10秒間でできる行動を皆さんに振り返っていただきました。私も来るっていうのは分かってはいたんですけれども実際に来るとえってちょっとビクッとする、まあ、音の大きさっていうのもあると思うんですけど7って見てあと何秒っていうのがやっぱりそこで一番初めに視覚で入ると思うんですけどそれであこれは机の下だなっていうのも再認識してこう隠れるっていうことをしました。避難するっていうのを行ったんですけど終わった後に皆さんからソロボタンでお聞きしたんですけれども実際こう避難行動とかイメージは取れましたかというので取れたっていう方がソロボタンでは多かったです。ただニコ生の方では取れなかったという方の方が多くいらっしゃいました。また机にぶつかってしまったとかいろいろなこう障害があってできなかったとかこういうところダメだったなっていうのを皆さんそれぞれ考えてくださっていたのでやっぱり訓練っていうのは必要だなっていうのを思いましたね。例えば椅子の下が X になってるとかで入り込めなかったっていうのもチャットでは届いていました。この訓練また次は次回11月に行っていくということなのでいざという時のために皆さんもまた参加してほしいなというふうに思います。地震訓練こちら参加してくださった皆様どうもありがとうございました。何もない日に改めて考えてみるっていうのは必要なんじゃないかなというのも思います。またコーヒータイムでは皆さんからいただいたリポートそして停電タイムラプスなどご紹介していきました。秋を感じることが多くなってきております。ぜひともまた共有してください。ありがとうございました。おやすみなさい。皆さんこんばんは。ペコリ9月11日日曜日のソライブサンセットを担当しましたポカのことポカカノンです。今日もありがとうございました。いや今日はねオープニングからまさかの13分押しが続きましてもうねディレクターのパパさんもね頑張ったんですけども取り返せないぐらいなぜか押しました。これね多分ですよ文化祭トークが盛り上がりましたいやもうねこの時期文化祭シーズンだからね皆さんとても楽しそうですよね。私も文化祭は結構遊びに行った記憶あるな。友達の学校で文化祭あるよとか言うと近所の私も近所の女子校の文化祭とか遊びに行くんですけどやっぱり学校によってね結構雰囲気が違うんですよね。だから同じ私立でもなんかちょっと雰囲気が違ったりとかあこっちはなんかこういう自由な校風なんだなとかなんかそういうのを、うん、楽しんでた記憶がある。うん楽しかったな。また行きたい。文化祭行けないかな誰か行けないかな行きたいですよね。しかもそこからの派生してなんか高校の時話になっちゃってで私は高校の時は中学の時は真面目だった話とかいう謎の話にもなったりとかしてそこから多分ねなんかこう尺がドドドドドドってなってた記憶があるんですけど、はい。まあ、でも皆さんとね楽しくお話できたのかななんて思います。ありがとうございました。さああとはですねお仕事頑張って天気予報今回ですね予報センターのパン王子こと柳さんにもなんと協力していただきましてですねパンは湿度とか気温とかでどのぐらい何が変わるのかっていうのを事前にリサーチしていただきましてこれに基づいてお天気に合わせて予報を作ってみました。全国のパン屋さん参考にしていただけましたでしょうか。キュルン。いやでもね結構天気とパンって密接な関係があって面白いなって思いました。例えば湿度とか気温とかこれもねちょっと違うだけで大きく時間とかあとパンのパリッと感とか変わるんですって。まあでも面白いですよね。うん私もですね一時期パン作りにハマってたのでもう一回ちょっとチャレンジしたいななんて思いました。何作ろうかな。ベーコンエピこっちチャレンジしたいと思います。
はい、というわけで来週も土曜日と日曜日担当します。こちらもチェックしてくださいね。おやすみ。今日はソライブイブニング担当しました。皆さんありがとうございました。今日はですね、みんなの防災プラス備えというイベントにじゃんじゃん行った後に番組を担当しました。実際に現地までいらっしゃった方もいました。ありがとうございました。どんなイベントかというと、こうやって見るとあ、ゆるキャライベントかなと思うんですが、そうではなく、あの千葉県の八千代市で行ったので、千葉県のキャラクターのチーバくんと、あとはこの青いこの子ですね、ヤッチが来てくれてイベントを盛り上げてくれました。ワイワイガヤガヤ楽しく防災減災について考えていこうというイベントです。先日はオープニングセレモニーが幕張のイオンモールでありまして、そこにナナちゃんが遊びに行っていました。今回は私はこのガチャピンさんと一緒に備えビンゴというビンゴをしながら、ちょっと減災について考えてみようっていうゲームをやっていきました。ソラハクでやったものと内容は同じものになってます。まだこのイベントが、今日で終わりではなくて、さまざまな全国のイオンモールでまだまだ続きますので、近くでもしかしたらやってるかもしれません。ぜひ備え調べてみてください。番組ではですね、この写真を使って振り返りも行っていきましたし、あとは週間の天気なども見ていきました。まず気象モデル解説で明日の天気を見たところ、明日も傘の出番が多いなと。しかも西日本はやっぱり低気圧があるということで、強く降る時間帯もありそうだということでした。で、関東がちょっとモデル間でブレ幅がありまして、 MSM と GSM でどっちか一個は降ってないんですね。で、どっちか行くは朝から降ってるという結果になってました。ただ今日の関東の天気アイコンから見て、どっちだったかな、 GSM が不採用と言ってたかな、 MSM の方で見ていくということでした。明日の関東どうなるか、傘の出番どのぐらいありそうでしょうか。噛んじゃった。ぜひ皆さんもリポートで教えていただければと思います。ちょっと週間を通して秋雨前線の影響で雨が降りやすくなりそうですので、洗濯物は部屋干し、コインランドリー、浴室乾燥機などを使っていただいて、計画的に行うようにしてください。では明日のコーヒータイムでまたお会いしましょう。おやすみなさい。こんばんは。9月11日日曜日、ソライブムーンの振り返りです。今日も3時間ありがとうございました。皆さん、ソラハクネット上映会はいかがでしたか？私はソラハクロスから立ち直ったばかりですけど、またロスになりそうです。先ほどチャット参加、チャットとニコ生と、2画面で参加していたんですけれども、そういう方多かったんじゃないでしょうかね。もう本当に多くの方と盛り上がることができまして、またあの3日間を思い出しました。もう改めて皆さんの参加があるからこそ、普段の番組も成り立ってますし、まあ、イベントもね盛り上がりますし、本当に多くの皆さんの笑顔を見ることができて、もう本当に最高の3日間でした。なかなかね、初日は苦戦した部分もあったというのもね伝わってきましたけれども、本当に一緒に盛り上げて、支えてくださった皆さんありがとうございます。ここからソライブムーンの振り返りということで、ソライブムーンの話をしていきたいと思うんですけど、まあ、普段から支えていただいているのは普段の番組からもちろんそうなんですけれども、このソライブムーンも歴史ある番組ということで、今日は懐かしのコーナーをいろいろやってきました。ソラミドはノスタルジックムーンということで、まずあの懐かしのソライブムーンの、BGM ジングルから始まって、でそこから懐かしのコーナーをいろいろ挟んでいったんですけれども、今日はですね、あのソライブムーンのスタートの仕方、
こう元気いっぱいなあの BGM で始まってカメラをギュンとして寄って始まるっていうのがずっとソライブームーン続けていた定番の始まり方だったんですけど、もうあれこれからもぜひやってくださいっていうコメントをお帰りメールの返信とかツイッターとかいろんなところにたくさん届いてました。なんかたまにねこうやって懐かしいコーナーをやるっていうのもいいかもしれないですね。結構ね前になんかこう懐かしのコーナーいろいろやりたいなみたいな話をスタッフさんたちとしていたことがあったんですけれども、たまにこうやって掘り起こしてみるともしかしたら今だとあの1回2回で終わってしまったあのコーナーたちももしかしたらうまくできるようになってるかもしれないと。花粉クエストだったりとかサタデーナイトフレーバーだったりとか天気キッズ、天気キッズは天気キッズは私結構ノリノリだったんですけど、まああれもやっぱ向き不向きがやっぱそれぞれありますのでキャスターもね、うん、すぐいろんな事情でちょっと終わってしまったコーナーなんですけれども、でもしかしたら、まあ、そこからまた多分毎日ね、続けていくことによって成長もしているかもしれないので、もしかしたらあの時うまくいかなかった花粉クエストも今だったらできるかもしれないとね改めて実感しました。ちょっと時々こう掘り起こして見るのもいいかもしれないですね。今日はですね、恋するハニカムというもうどんなコーナーかもちょっと思い出せるかどうか微妙だったこのコーナーも行ったりとか、懐かしい気持ちになっていただいた方が本当にねたくさんいらっしゃったと思いますので、あのコーナーまたやってよっていうものがありましたらぜひねなんか教えてください。ツイッターかなんかに教えてください。メールだとお帰りメールに埋もれてしまって見逃してしまう可能性がありますからね。でも意外とやっぱりねできないコーナーっていうのもいろいろあるんですけれども、そんな中でもねこういろいろバージョンアップを繰り返していろんなコーナーを行っていくっていうのがねすごいこれまでそれが始まって8年目くらいなんでしたっけね、今いろんなコーナーが生まれていますので、これからもこの変化を楽しみながらまたね楽しんでいただければと思います。ということで勘太郎さんが今通っていきましたけれども今日本当に空白上映会そして懐かしのソライブムーン本当に参加ありがとうございました。私はですね月火お休みで、次は水曜日のソライブサンセット担当になりますのでまた参加よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。また来週。
愛理です。今日の天気を見ていきましょう。それでは今日の全国の天気です。西日本や東日本で雨の降るところが多くなりそうです。はじめに西日本です。大阪は雲が広がり一時雨が降りそうです。広島、松江、高知は雲が広がりますが、だんだんと雨の降る時間が出てきます。松山は雲が多いですが、次第に一時雨が降りそうです。福岡は雨が降る予想です。宮崎、鹿児島は雨が降ったり止んだりしそうです。那覇は晴れますが、雨が降ることもあります。続いて東日本です。東京、名古屋、静岡は雲が広がり雨が降りやすくなりそうです。甲府、長野は雲が多く時折雨が降りそうです。金沢、新潟は雲が多いですが、次第に一時雨が降りそうです。宇都宮は雲が多く時折雨が降りそうです。次に北日本です。仙台は雲が多いですが、次第に一時雨が降りそうです。盛岡は雲に覆われて雨が降る時間もありそうです。秋田は晴れますが、雨の降る時間がありそうです。青森は晴れますが、雲の広がる時間が増えてきそうです。札幌は安定した空模様になりそうです。函館は時々雲が出ますが、晴れる時間が多くなります。旭川は安定した空模様になりそうです。釧路は時々雲が出ますが、晴れる時間が多くなります。変わって西日本の週間予報です。この期間、大阪は雨の日が多くなりそうです。おしまいに東日本のこの先1週間の天気です。この期間、東京は雨の日が多くなりそうです。札幌は晴れる日が多くなりそうです。また1週間頑張っていきましょう。